はい、それでは本日は、お足元の悪い中ご来場いただきましてありがとうございます。青の間2011-2014、佐々木ひろっこ展、関連事業、ギャラリートーク赤田雄一さんと、私くすみきよしで、今日は、トークをさせていただきます。もう一つの別の禅の話というふうに、こう何かこう遠回りな言い方をしてるんですけれども、赤田さん、も私も編集者で、はい、で同じ時代に、別々に本、雑誌を作ってきたという、間柄というか年齢はほとんど変わらないですよね。そうですね、僕も1個上だと思うんですけど、でありながら、実はお会いしたのは3ヶ月くらい前ですつい最近だったんですけれども、いろいろな、お話を一緒にしてみたいな と、と思っていたこともあるんですが、最近、8月末に、スペクテーターという雑誌を、はい、お作りになられて、それで、禅特集なんですね。で、これが、非常に私の心に染み入るように入ってきて、で、お会いしないまま、もちろんお仕事存じ上げてたんですけども、その間の時間みたいなものをスーッと、何か埋めていってくれるような、そんな気がしたんですね。で、もちろん佐々木ひろこさん、現代美術と禅という本をお書きになってらして、それで、今作品を前にしてこうしてお話をするわけですけども、ここでちょっとで禅の話で、佐々木さんの作品の禅の世界とはおそらくこうちょっと違う話ができたらな。むしろ、この青の間の外側にある禅について2人で話をしてみるのがいいんではないかなというふうに考えたんです。この、スペクテーターの禅特集なんですけども、ちょっと、編集をご担当された赤田さんにってまず一言お伺いしたかったんですけど、はい、なぜ今禅なのか、まさになぜ今禅なのかっていうページも、ありましたけども、ね、ちょっとそのあたりから話を始めることによって、この雑誌、この特集号が今なぜここにあるのかっていう、その辺の話の糸口から解いていきたいと思います。関係ないですけど、これも表紙がですね、墨と青なんですよ。季節季節というか、佐々木さんの5本とか読ませていただいたら、青ってのはその、精神的な、意味合いの強い色だっていうことを書いてあったんですけど、そうですね、これも偶然と別に打ち合わせたわけじゃないんですけども、デザイナーがこういうふうに打ち出してきたっていう、それだけの話なんですけど、でこのスペクテーターって本は雑誌なんですけど、年に3回出してる雑誌なんですよ。でこの号が、通巻で31号なんですね。で31号なんだけど、創刊されたのは割と古くて、でちょうど15年前ですね。で僕は私は、途中から、2年前からこの本の編集をしています。その前は別の出版社でまた別の雑誌とか書籍とか作ってたんですけれども、いろんな縁があって、今はここの専従みたいな感じで、編集をしてるんですね、雑誌の。でこの禅特集号も大体自分が言い出して、特集担当したっていう感じだったんですね。でまずこの雑誌はどういう雑誌かっていうことを概要みたいなことを多分知らないと思いますので、ざっくりと言うと、また別の編集者、僕は編集者じゃないんです。編集に青野さんっていう、青野っていう編集がいて、青野が作った創刊誌雑誌なんですね、15年前。もともとバーファートって今でもあるんですけど、
音楽雑誌があってそこに青野がいてワークアウト創刊したんですね。それがもう20年二十何年か前なんですけど、でバーファートっていうのをずっと作ってきて、まあ、それそれで割とまあまあ売れたりとかしてたらしいんですけど、やっぱりあんまりその音楽業界に近づきすぎちゃうとその広告を載せなくちゃいけないとかタイアップとかそういう問題にも直面とかずっぽりはまってしまってちょっとなんかへきへきしたらしいんですね、青野としては。でそんなこんなでそのあともうちょっと違った、もうちょっと自分のやりたいことが自由にできるようなメディアっていう雑誌を作りたいということで、で、ダーファウトとは一応分かれて、自分の会社を作って、で、創刊したのがこのスペクテーターって雑誌なんですね。で、初めの頃は、まあ、大体その、これ31号目で今、禅の特集だって申し上げたんですけど、大体その、毎号特集形式でやってるんですね。で創刊号っていうのはその確か東京を特集したんですよ、うん、もちろん僕はいなかったんですけれども、ね、とかですね、毎回今バラバラっていうのはバラバラなんですね、うん、でも一応基本的には作ってる人間の関心その時々の関心の深い部分を特集形式で打ち出していくということなんですね。